背中さんで言うと、ここ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 、あとここ、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 ここがガチガチに硬くなってるんです。今軽く触ったんです。で、この辺がね、どんな感じになられてるかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチになってるんですね。それをね、今から生肉に戻していくんですが、その過程がとても痛いです。でこの背中の疲れっていうのは、実は足の疲れが上がってくるので、しっかりね、足を緩めていきます。今からが本番、頑張ってください。はい、では始まっていきます。こんな感じ。あ、結構痛い。結構痛いでしょ。お伝えした通り、痛いはずです。痛い。ちょっと一回ストップしてください。早いね。早いね。はい、お願いします。だから YouTube で皆さん痛いって言ってるのよくわかるでしょ。お願いします。汗が、体が、でもポカポカしてきてます。まだ何回かしか押さえてないけどね。お願いします。はい、この辺がね、よく疲れてる。そこがすっごい痛い。痛いところっていうのは汚れが溜まってる場所なんですね。痛くないとこもあるでしょ。痛い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 とこばっかり探して抑えますからね。痛い。延々とこれが60分続きます。あー、ちゃんと出てきた。痛い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 。動画見て、私だけは大丈夫だって。いや、で、あ、痛い、あ、痛い、痛い、痛い言うんですよね。痛い、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 あ、めっちゃ痛い、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 痛い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 。右もあるということは左もあるんですよね。もちろんでございます。痛い痛い痛い。早く気づかれましたね。痛い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 。一回ストップお願いします。ストップ、はい。あ、すいません。いいよ、全然。なんかそれだけね、足 の, あのふくらはぎが結構疲れてしまって、はい、このこう上がっていって腰痛だったりとか、はい、膝痛だったりとかに、上がっていくんですね。あ、すっごいなんか体がポカポカしてポカポカしてきてるよね。はい、お願いします。はい、頑張ります。痛い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 。なんかだんだん痛くなってくる。痛い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 。だんだんとね、今までね、冷凍庫の中に入ってたお肉だったのが、はい、表面だけ解凍された感じ。そんな痛い痛い。だからね、感覚が戻ってきたので、痛みがどんどん増していくというか。これは人によって値段とか違うんですか？そうなんです。人によってやっぱ使い方とかが変わってくるので、うん、使い方が変わるとやっぱり痛い部分が変わってきますね。あ、まあ、でも大体皆さんこう外側とか膝裏とかこの辺とかが硬くいった方が多いですね。あ、痛い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 。足首の辺とかね。はい、足首が痛い痛い痛い。痛い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 
ここがね結局ね結構ね、はい、膝の板とかによく効くところなんですよ。あ、そうなんだ。いったいった。でも膝が楽にならない。右の膝が痛いもんね。そうなんだ。右をかばうと左が痛くなって。痛そうですね。左側が硬くなったりすること多いです。お願いします。はい。痛い。これは痛いと言った方が痛くないのでしょうか。痛い。いや、わかんない。どっちでも痛い。人によりけりです。でも今日が一番痛くて、一応2回3回って続けていかれると、痛みは減っていきます。痛い。ただそういうふうに言っても、はい、痛すぎてもう二度と来ない方も結構おられますので、うちの店は。使い方は人によってそれぞれみたいな。痛い。右足は痛くなかったけど左足痛いよね。そうですよね。なので足首を昔その捻挫されたとかあったりはされませんか？捻挫あんまり違う。痛い。記憶にはないですけど痛い。立ってる時に左足に体重が。あ、でもそれ痛いかもしれない。それはあるかも。カバン大体いつも左側ですか？左側。立ち仕事、座り仕事、立ち仕事が多いです。立ち仕事でやっぱ左足に体重かかってるのかな。レジやってたので。あ、なるほど。右から左に流すから。あ、なるほど。それなのかもしれないね。痛い。でもだいぶ前なんですけどね。はい。これかかる。痛い。はい、いい。
してないってことですか、こんなに痛いということは。まあそれもありますね。か、まあ汚れが溜まりきってるか、う